皆様おはようございます。報道機関の皆様にはこのようにお集まりいただきましてありがとうございます。昨日早朝の大雨で菊川では、床上床下浸水が多数発生したというふうに、伺っております。当市でも1件の床下浸水が発生いたしまして、今回の豪雨は、危機管理部でもですね、事前に情報がキャッチできなかったということで、まさにゲリラ的な豪雨でございました。今回は比較的短時間での、雨でございまして、復興中の幸いということだったと思いますけれども、あと1時間続いたら大きな被害が発生していったというふうに思われます。今後はこうしたゲリラ、まさにゲリラ的な豪雨がですね、発生することが予想されます。また増えることが予想されます。こういったことにも対応できるような危機管理体制の必要性を感じたところでございます。さてオリンピックも開幕いたしまして、日本のチームのメダル獲得の喜びが日々届けられているところでございますけれども、袋井市で事前キャンプを行っておりますアイルランドチームもですね、得意とする、ボート競技で金一つ銅一つというメダルを獲得いたしまして、嬉しいニュースが伝えられております。アイルランドチームの事前キャンプでは当初市民との、交流による市民のグローバル感覚の醸成などを期待していたわけですけれども、ご案内の通りこのコロナによりましてほとんどの交流事業が行えないという状況で、残念な状況となってしまいました。キャンプを受け入れる投手といたしましては、まずはアイルランドチームをコロナ感染から守ること、そして少しでも良いコンディションで競技に臨んでいただく、そして良い成績を残していただく、そんなことをまず筆頭にですね、掲げまして対応を進めているところでございます。市民との交流ということはできませんでしたけれども、市民からのメッセージをお伝えする、また、チームメンバーの様子を、ビデオ等に収めて、市民に発信する、そんなことを、努めているところで、ございます。おかげさまでアイルランドチームからは最高の環境でキャンプを過ごすことができたということで、心から感謝するということで、CEO のピーター・シェラード等からもですね、直接、お話を伺っているところでございます。週明けの3日にはもう全ての選手とスタッフが出発されるということで、もうキャンプも最終盤を迎えているということでございます。今朝ですね、アイルランドチームから、この滞在に関してのコメントをいただいておりますので、若干紹介をさせていただきたいと思います。食事そして栄養面もですね、味も良くて睡眠がしっかりとれていると、トレーニングには最適の環境を提供してくださってありがとうということ、家族が遠く離れているため優しく声をかけてくれるスタッフの存在本当にありがたいということ、そして、エコパのスタジアムのスケールは本番会場と同じような、規模で練習に身が入るということで、その会場に関しても大変、称賛をしていただいております。そして北の丸の設備に関しましても、露天風呂がある大浴場など、リラックスできる環境で大変、ありがたいということ、そして練習会場内やホテル周辺で見るアイルランド国旗が大変嬉しいと、そしてまた子どもたちからの手紙、それが今もですね、ホテルのロビーや客室に飾ってあって多くの方々に応援されていると、そんな実感が伝わってきて嬉しいと、こんなコメントが届いているところでございます。さて先ほど、冒頭ご案内にもございましたように、今回の定例記者会見では初めての取り組みでございます、市長のトップセールスによる市内中小企業の情報発信支援の第1弾を行わさせていただきます。市内経済活性化の事業の一つとして、市が民間の企業や事業者の情報発信をサポートするということで、事業の活性化を実現したいというものでございます。多くの中小企業や事業者はせっかく良い事業、商品そしてサービスを持ちながらも情報発信力が弱いということを、私が会社経営に関わっていた当時からも強く感じておりました。今回は株式会社ジェネシスのスマートブレーキ付きキャスターをご紹介させていただきます。ぜひ最後までお付き合いいただきますと幸いでございます。それでは本題に入らせていただきます。次第に基づきまして6項目ご紹介をさせていただきます。まずは新型コロナウイルスワクチン接種状況と今後の予定についてでございます。まず65歳以上の高齢者のワクチン接種状況についてございますが、7月の27日現在の数値でございます。
袋井市の高齢者約22,700人に対して1回目の接種 84.6% の方が実施いたしました。そして2回目の接種を 72.4% の方が完了している状況でございます。袋井市の目標である7月末時点で65歳以上の高齢者接種率 70% 以上を超えるという目標に対しまして、クリアしている状況と、いう状況でございます。そして2点目、袋井市全人口に対するワクチン接種状況についてでございます。袋井市の全人口約8万8200人に対して1回目の接種は 33.1%、 そして2回目の接種は 21.2% の方が完了しております。今後のワクチン接種、ごめんなさい、ワクチン接種スケジュールについてでございますが、現在優先接種の対象となる基礎疾患を有する方や高齢者施設等の従業者への接種と合わせまして64歳以下の方への接種を順次段階的に実施しております。接種券の発送については7月28日までに35歳の方までを発生完了しておりまして、優先接種の対象となる基礎疾患を有する方や高齢者施設等の従事者で7月25日までに事前申請のあった2099人の方に接種券を発送しております。また今後のワクチンの供給状況等によっては変更となる場合がありますけれども、ワクチン接種対象者で希望する全市民への接種をインフルエンザ流行前となる10月末までを接種完了としたいと、これを目指して取り組んでまいります。裏面に行っていただきまして、今後の接種体制についてでございます。4月下旬以降高齢者等、に向けまして、爽やかアリーナやコスモス館等で集団接種を実施してまいりましたけれども、働く方も接種しやすくなるよう夜間にも接種できる体制を、整えております。今後は各医院での個別接種および政令袋井市民病院での接種を継続するとともに、中等院総合医療センターの協力によりエコパアリーナ南ロビーを会場として8月4日水曜日から掛川市との合同接種を開始いたします。また8月25日の水曜日からコスモス館を会場として袋井市医師会の協力により集団接種を実施してまいります。続きまして資料2の方に移らせていただきます。PayPay 株式会社と連携したキャッシュレスポイント還元キャンペーン、頑張ろう袋井、最大 20% 戻ってくるキャンペーンを展開いたします。袋井市では新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内の飲食業や小売業等の事業者を支援するとともに、地域経済を活性化するため8月1日からの1ヶ月間スマートフォン決済サービスを提供する PayPay 株式会社と連携をいたしましたキャッシュレスポイント還元キャンペーンを展開します。これまでに実施している袋井応援商品券発行事業や飲食店応援事業などとの相乗効果を引き出し、対象事業者に切れ目のない支援を行います。対象店舗につきましては PayPay に加盟している市内約800店舗の中から大規模店舗などを除く店舗となります。キャンペーン期間は8月1日から8月末8月31日火曜日までということになっております。ポイント付与に関しましては付与率が決済金額の 20%、ただし付与上限等が設定してございます。資料といたしまして、こちらの資料がお配りしてございますのでご確認ください。続きまして資料3に移らせていただきます。袋井市北斗市の地元食材を使ったスイーツ作りで地元の魅力を学ぶ友好都市交流事業、静岡キッズアカデミー with 山梨でございます。令和2年に株式会社静岡銀行と株式会社山梨中央銀行が結んだ静岡山梨アライアンスに基づき取り組む連携イベントとして静岡キッズアカデミー with 山梨
を8月21日に開催いたします。地元の魅力を楽しく学ぶこのイベントは、両校が住む町の魅力を学ぶことで郷土愛を育み、地域の将来を担う人材を育成することを目的に袋井市北斗市と連携して実施するものでございます。実施はウェブセミナー形式で、小学生とその保護者を対象にいたしまして、タコマンのパティシエが両市の特産物である袋井市のクラウンメロン、そして北斗市のブルーベリーを使った大砂丘作りを紹介します。ご案内の通り、大砂丘というのは、タコマンのですね、ブッセでございます。有効都市である袋井市と北斗市は、この事業を有効都市交流事業に位置づけて、両市の交流拡大につなげてまいります。定員は50組となりまして、参加費が3500円となります。教材費を含んでおります。教材の中にはですね、クラウンメロン半玉、ブルーベリー1パック、北斗市の水スイーツレシピ、そして大砂丘ブルーベリージェル等を含んでおります。次にですね、資料4に移らせていただきます。2021年度、袋井市初めての日本語教室を開催いたします。日本語をほとんど話せないレベルの外国人と、学習を支援するサポーターである市民が、日常生活に必要な日本語で対話交流しながら、日常生活に必要な日本語を身につける全12回の教室を開催いたします。本教室で日本語の学習意欲が向上した方は、市内で開催されている日本語教室へステップアップするようご案内をいたします。市民サポーターは特別な知識や技術がなくても参加できるため、幅広く募集し、多文化共生に対する理解を深めるとともに、人材の育成を図ってまいります。本事業は静岡県日本語教育推進方針に基づきまして、県モデル事業、これは県委託となっておりますが、県とともに開催してまいります。概要につきましては囲みの中にございますが、日程を8月8日の日曜日から11月の7日日曜日まで開催されます。時間につきましては、この日曜日の午前中9時半から11時半という内容で開催をさせていただきます。現在の応募状況でございますが、37名の方から応募をいただいております。ただし定員が25名となっておりまして、受講に関しましては先着順に、受講をしていただくということで進めてまいります。裏面にも追加の情報が記載してございまして、運営スタッフの要請に関しましては、静岡県袋井市が、連携をいたしまして、養成講座を開講する等の準備により、運営スタッフを養成している状況でございます。続きまして、資料5に移らせていただきます。静岡理工科大学第8回地域学講座を開講いたします。今回のテーマはお茶の振興でございます。袋井市と静岡理工科大学は、若者の視点で地域の課題解決または発展を図る具体的な施策を立案発表し、社会で活躍する人材となる基礎力を習得することを目的に、また地域で活躍する生産者の下でのフィールドワークを通じて、袋井市の魅力を体感し、袋井市への理解を深めるきっかけとするため、地域学講座を開催しております。今回のテーマはお茶の振興で、袋井市にとって身近なお茶は現在、取引価格の低下や生産量の減少、鹿児島県の猛追など非常に厳しい状況にございます。そのような状況下でも誇りを持って生産を続ける袋井のお茶の振興を目指した取り組みを、若者の視点に立って企画し提案してまいります。参加学生は24名でございます。日程につきましては、1日目が8月の5日の木曜日にスタートいたしまして、4回目となる最終日には8月
最終日は8月の26日の木曜日、最終的には提案の発表という形で終了いたします。そして表彰式は、少し期間が空きますけれども10月の5日の火曜日、を予定しております。ここでは市長賞、学長賞の授与を行うことになっております。裏面に参りまして過去の実績等が、記してございます。今年度はですね、コロナ対策を考慮いたしまして定員20名を、20名程度ということで募集をいたしましたが、過去最短で定員オーバーとなる応募がございました。続きまして資料6に移らせていただきます。8月の行事予定でございますが、詳細に関しましてはご覧いただいた通りと、なっておりますが、大きなものだけ、ご紹介をさせていただきます。4日の水曜日には新型コロナウイルスワクチンの、袋井市掛川市合同の接種が開始いたします。全国的に見ても隣り合う市町が合同で接種を行うというケースは、少ないようでございまして、中東園総合医療センターにもご協力をいただく中でこの接種がスタートいたします。裏面に参りまして15日の日曜日、袋井市戦没者戦災死者追悼平和祈願式が行われます。18日の水曜日、東京2020パラリンピックの聖火採火式が行われます。そして26日の木曜日、10時からでございますが市長定例記者会見を予定しております。そして30日の月曜日に、市議会9月の定例会が開会いたします。添付の資料といたしましては8月袋井ホット旬情報イベント情報が、お配りしてございます。以上で私の方からの、ご紹介を終了させていただきます。